今日も大好きな先発ピッチャーは川上憲伸選手の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日ですね、中日スポーツの記事にこんなことが書いてありました。引用します。中地レイヤ選手が24日名古屋球場での一軍での先発投手練習に合流をしたそうです。中地選手はどうやらですね、25日からの横浜 DeNA との3連戦で、まあ、プロ2度目のね先発マウンドに立つ予定みたいです。いや来たね中地選手ね。まあ中地選手はですね、確かですね5月13日のヤクルト戦でプロ初登板をしたんですよね。でもねその時はですね、あの左脇腹を痛めて1イニング2失点で降板をしたんですよね。まあその時はね村上選手にホームランも打たれました。そして敗戦投手です。でもね青木選手とサンタナ選手から三振を奪ったんですよね。中地選手はね能力が高い先発ピッチャーなんですよね。その中地選手が、DeNA 戦でプロ2度目の先発マウンドに立つそうです。いやーこの試合ね激アツだね。私もねちょっとこの試合見たいよね。まあ中地選手のね今の能力だったらまあ6回投げて1失点2失点でまあゲームを作ってくれれば私はいいと思いますね。そして中地選手はですね2軍に落ちてから順調にね調整登板をしていったんですね。ウエスタンリーグでは8試合に登板して先発で3勝2敗、防御率は 4.15 です。で直近2試合の登板はですね5試合全部クオリティスタートを達成しているんですよね。だからまあ怪我はもう治ったんでしょうね。あとはまあプロ相手のバッターに通用するかどうかだと私は思っています。まあ、中地選手はですねやはりストレートとスライダーとツーシームがいいピッチャーなんですよね。だからストレートとスライダーツーシームがですねストライクゾーンの四隅にバン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 決まれば、強力 DeNA 打線をねピシャッと0点に抑えることはできると思いますね。まあ、私が思うに後半戦のキーマンはですね1人目はメヒア投手だと思うんですよね。で2人目は6枚目の先発投手を任せられる選手だと私は思っています。まあ、6枚目の先発投手はねやはり今のところ、まあ、中地レイヤ選手、根尾昂選手、梅津晃大選手かなと思っているんですけどもね、梅津選手がねどうやら昨日の2軍戦でどこかを痛めたそうなんですよね。で今精密検査をしています。まあね梅津くんはねちょっと怪我が多いからね肩肘の怪我じゃないといいんですけどね、そうなるとちょっと梅津くんがねまあキーマンの選手として名前が消えてしまいますよね。そうなると根尾選手と中地選手でもね、まあ、中地選手の方が先発ピッチャーとしての経験はあると思うんですよね。だからね、まあ、中地選手がねここからシーズンが終わるまで、まあ、第6の先発投手としてローテーションに加わってくれればねドラゴンズはまずは最下位は脱出できると思いますね。そして、まあ、中地くんがねなんとかまあシーズンオフまで先発ロードに入ってくれればまあ3勝よければ4勝ぐらいね勝ち星を拾えればいいと私は思っています。